こんなこんなで5月24日のね、夕飯です。えっ、ー、と、今日はなんか、ちょっと家族の都合で、なんかね、メニューを変更したらしくて、すごいあの、簡単な今日は料理だからって言われましたけど、まあ十分ですね。私にはあの、十分です。あんみつさっき食べたから。えっ、ー、と、ちなみに焼な、焼き茄子焼きまいたけの、えー、すり生姜、すり生姜のせえっ、ー、となって、 と、え吹、ー、き煮物、えー、っと、厚焼き、厚揚げ、厚揚げの、甘味噌がけかなに、ご飯です。ご飯ね、もういらないぐらい今、あんこ食べてお腹いっぱいだよ。まあ、いろいろ言ったんですけど、まあね、私があのコメントを見て思ったことはね、やっぱりストレスが溜まる前に、自分はチャンネルのね、えー、っと、管理者なんだから、有権利はあると思ったんですよね。ちょっと前の動画で私も怒ったんですけど、あれはあの、 私も不愉快だったから怒りました。なんでかっていうと、まあ、そのチャンネルって動画撮ったりとか、えー、編集したりとか、投稿したりとかで、そもそもそのチャンネル自体その人の持ち物なんで、人の家に上がり込んで、勝手に冷蔵庫を開けたりしないですよね。礼儀とかマナーっていうの最低限必要だと思うんですよ。例えば、あのコメントで言っても、あのー、純粋になんで最初から鉢で育てなかったのかって気になったんだとしても、 これは、この蜂にしなかった理由は何かあったんですかとか、もうちょっと遠曲に聞けるし、敬語を使えば柔らかくなるよね。それを、この蜂から最初からなんで育てなかったのかなって言われたら、まあ文章だからニュアンスは伝わらないけど、悪く沿っちゃえば、なんでこんなに効率の悪いことしてるのっていう風にも聞こえるんですよね。で、その後に、うまく育つといいね、ですよ。友達じゃねえんだから、いきなり現れて、 あの、大人同士の会話で、そんなね、えっ、ー、と、口の聞き方するんだったら、ろくな人間じゃないね。あの、人のチャンネルに来るんだったら、少しは礼儀はわきまえてからコメントしろよ。